はい、中1英語です。前回、複数形、名詞の複数形という話に入りましてね、複数形の作り方なんていうんでね、S のひっつけ方ですよね。あんなのをね、見てきたというところでございました。で、今日はさらにもう一歩進みましてですね、はい、some と any というお話ね、触れてみようかなということですね。some という言葉と any という言葉ですね。はい、どちらもですね、いくつかの、はい、いくつかの、はい、いくつかのとかね、または人とかであれば何人かの、ね、何人かのなんていう意味があるわけですよ。あ、ですから、いくつかあるんですよね。ってことは一つじゃないね。一つでいくつかって言わないからね。いくつかある。つまり何個かあるからいくつかというわけでして、はい、このサム、エニーの後はですね、複数形がやってくるっていうお話がまず一つですね。はい。ですので、例えばこの一番の問題見てみましょう。はい。I have some と来てますよね。はい。some がいくつかなんです。いくつかあるんです。いくつかあるんですから、はい。後に続く名詞は複数形にしてあげなくちゃいけないねということですね。はい。そこで、a pencil, pencil, pencils。どれが複数形だろうということになったら、はい、この S のついた pencils、はい、これを選んであげようねということでございました。同じく、you know some、ね、やはり some が来たらいくつかの何人かの、なので、はい、あとには名詞の複数形が続くんだよということですね。はい、ですから、boy, boys, boys ね。こっちは S がついただけ、こっちはアポストロフィーの S になってます。さあ、どれが選べるのかなって言ったら、やはり今の流れでね、複数形を選んであげようっていうことになりますね。複数形 S のついたんだけど、あらあら、どっちだっけな、どっちだっけな、どっちだっけな。ね。はい、ただただ S だけでしたよね。はい、ですから、アポストロフィーついていないこの真ん中の boys を選んであげようねということだったね。はい、続いていきましょう。I have, はい、a, some, any friends in Osaka. はい、ということで、私には大阪に友達が、とかっていう話になってるんですが、これはね、今の逆、逆って言ったら変かな。ここさ、あとがね、複数が来てるんですよ。っていうことは、はい、やはり例えば、あとかは来られないわけですよね。いくつかあるからっていうことになるんでしょうか。はい、ですので、ここでその some を使ってあげようということだったんでした。はい、それから、I want, はい、a, an, some, any, やっぱり、oranges で複数が来てるので、ってことは、ね、複数の前には、ここの中ではね、やはり some しか置けないのかなということでございました。過去1過去にはね、some が来てたから複数を置こうっていう話で、3、4って番号振ってないけどね、3つ目、4つ目に関しては、複数形が来てるから、まあ、あ、some がこの中からだったら選べるんだなっていうお話になりました。はい、そして、その some なんですがね、はい、否定文とか、はい、否定文ですね。何々ではありません。はい、それから疑問文ね、なんとかですかっていう疑問文ですね。の中ではね、はい、any という形に変わるんです。形が変わるんです。はい、ですので、例えばあなたは CD を何枚か持ってますか？まあ何枚かってのはいくつかということですよね。はい、ですので、はい、CD ずっと来てる。ああ、だから、なるほど、sum が来て何枚かのいくつかのとなるんでしょう。はい、ところが、do you have ということで疑問文になってるので、sum ではなくて any に形を変えてあげて入れてあげるわけだね。はい、そして私はもう一つ持っていません。はい、だから今度は否定文なんです。で、I don't have で、やはり balls と複数が来てる。ああ、だからね、some と入れてあげようかということなんだけれども、否定文の中なので、any としてあげよう。ということでね、I don't have any balls ということでした。そして、ちょっと説明が、ね、前後しますが、はい、not any、否定文中の any ですね。はい、ってことで、not any ときましたらです。
はい、ノットエニーときましたら、ノットエニーときましたらですね、はい、一つも何々ないね、一つも、まあ、あの、ものによっては一人もとか、一冊も一本もというね、単位はそれぞれあるとは思いますけれども、ノットエニーときたら、一つも何々ないというや、ね、役になるわけね。だからここ、私はボールを一つも持っていませんということで、I don't have any balls ね、なんていうふうに来てたよということでございました。はい。ということで、前回に引き続きましてね、名詞の複数形、もう一回ぐらいね、話が続きそうな気がいたします。はい。では、今日はこんなところでした。